にちは。今木エンジニアリング製 UJF7151 プラスを使ってウレタン印刷してみたいと思います。こういうツールボックスに例えば社名をですね、ロゴを入れてみたり、QR コードで情報を仕込んでみたりで、今までこう外装、包装していた部分のコストを削減できるんじゃないかっていう考えのもとに作っています。一応仕上がりはこういうイメージになるんですけど、社名とあと QR コードで、ここで情報管理、この部材の名前とかですね、どこのメーカーから例えば入ってきた部材とか、そういうのを管理できるようになれば非常にいいんじゃないかなと思っております。それでは作っていきます。今印刷している間にもう1点これちょっと仮ですけど、アニメキャラを同じく当社の CF2 っていうカッティングマシンでプリンターサンプルになりまして、これも素材はウレタンを使っています。今まであんまりウレタンに印刷するっていうことに対してあんまりメジャーじゃなかったと思うんですけど、こういう証券があるんじゃないかっていう考えのもとにサンプルしています。実はこういうウレタンに着色して、例えばこう抜いてですね、そういう商品っていうのが最近お客さんの引き合いで2、3件上がってきまして、こういう証券が今後もうちょっと伸びてくるんじゃないかなっていう、ウレタンに印刷するっていう証券が伸びてくるんじゃないかなと思って、今後もちょっといろいろ模索していこうかなと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。